コンベンツある聖フランシスコ修道会は、キリスト教カトリック系修道会。本部はローマ。アジア日本、韓国、インド、インドネシア、フィリピン、中国、ウズベキスタン、トルコ、レバノン、オセアニアオーストラリア、アフリカガーナ、ザンビア、ケニア、タンザニア、南アフリカアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ブラジル、コロンビア、ペルー、チリ、エクアドル、ベネズエラ。 ボリビア、北、アメリカカナダ、アメリカ合衆国、メキシコ、エルサルバドル、ホンジュラス、コスタリカ、西ヨーロッパアイルランド、イギリス、ベルギー、オランダ、デンマーク、スウェーデン、ドイツ、フランス、スイス、オーストリア、スペイン、ポルトガル、イタリア、マルタ、サンマリノ、バチカン、東、ヨーロッパクロアチア、スロベニア、セルビア、ポーランド、ロシア、ベラルーシ、 リトアニア、ウクライナ、チェコ、スロバキア、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリーコンベンツァルセイ・フランシスコ修道会は、アッシジのセイ・フランシスコが1209年に創立した、小崎、兄弟会に由来している。1517年に、小崎、兄弟会から、コンベンツアル派の小崎、兄弟会と、オッセルバンテス派の小崎、兄弟会に分かれる。さらに、カプチン派の小崎、 兄弟会が分かれ、フランシスコ会の三派がそれぞれ成立した。年表、編集1930年4月24日、ポーランドの修道会クラクフカンクから、マキシミリアのコルベ神父、ゼノ・ゼブロフスキー修道士、ヒラリオ修道士が長崎に上陸した。その1ヶ月後には、雑誌、無限在の聖母の騎士を発行。コルベ神父は無限在の聖母マリアを守護者とする聖母の、 騎士会を創設した。ポーランドにおける聖母の騎士会の活動が出版などマスメディアを使った選挙活動に熱心だったため、修道会は日本でも聖母の騎士者の名称で出版活動を行っている。最初の修道院は大浦天守堂下にあった旧雨の森病院の建物を使用していたが、その後に本川地水源地近くの山林を入手し、 自前の修道院を建てた。1949年12月8日には、官区長会議出席のため長崎からポーランドに帰国していたコルベ神父と共に、1930年8月25日に来日したミエチスラオ・マリアミロハナ神父によって、汚れなき聖母の騎士聖フランシスコ修道女会が創立された。戦後は出版による布教活動のほか 神学校を起源とする初中等教育事業や福祉事業にも取り組んでいる。現在、世界で展開している、修道会はフランシスコの理念のもとに活動している。聖フランシスコ大聖堂、コンベンツワル聖フランシスコ修道会が管理するのは、足地の聖フランシスコゆかりの地である。1517年の分割後の修道会出身の主な聖人は以下の通り、ローマには コンベンツアル聖フランシスコ修道会が国際神学大学校長率聖母ナベンツラ神学大学を設置しており、キリスト教不教の世界的な中心となっている。ありがとうございます。